つもりなの。お前からキュービを引き出し、木の葉を潰す。さあ、出てこい、キュービ。希望などお前らにはない。キュービを操るほどの力を持ち、そしてこの葉に出入りできる忍び、恐れに当たる人物は俺の知る限りは一人しかいない。あなたがウチハマダラだというのか。さあ、どうだろうな。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか。受け取るがいい。無駄だ。こちらだ。なぜこの葉を狙う。言うなら気まぐれである。計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。よし、もっと。よし、ここだ。さあ、よし、ここだ。予想通り。はあ。はあ。どうした四代目。里が気になるか、それとも子供が気になるか。
いずれにせよ、戦いに集中できないお前はここで死ぬ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。話のまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備が。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。皆の先生、こんなとこは、こんな世界は。どうで